大宮山の神社は鳥取県にある神社である。式内社、法器国二宮で、旧社格は国兵商社。法器大戦山麓の本社と山腹の奥の宮とがある。どちらも大国出身の別名である。当社の奥の宮は、大戦に登った主元社が、海抜900メートルほどの場所に、簡易な要配所を設置したのが起源とされている。法器大山は、 平安時代には、修験道場として、著名な山となっていたが、積雪により、祭事に支障が生じるため、ふもとに、東急を設置し、東急はそこで祭事を行うようになった。これにより、現在の、奥の宮は、夏宮と呼ばれるようになった。大仙は、新大山として、大名虫の命が静まるとされたが、神仏集合が広まると、当社は友明権限と称し、 地蔵菩薩を本事物とするようになった。その後、三院にして百八十坊の規模となり、三千人の僧兵を要するようになった。勝見明石氏には、宝器大山の友明大権元とい稲葉、鷲峰山の鷲岩大名人が、仲が悪く、戦をしたとの伝承が載っている。現行三年、沖を脱出した後醍醐天皇が当社で、鎌倉幕府打倒の祈願を行った。 明治8年、神仏分離によって大仙寺を廃止、東急を本社とし、三福の友明権元の仏塔を廃止、地蔵菩薩を除いて、奥の宮とした。ABCDEF、第九番大臣山の神社鳥取、文化財ナビ鳥取、文化財ナビ。ありがとうございます。